こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、価格の付け方についてはね、いろいろと方法があるんですけども、私はね、ビジネスをする上で価格をつけるスキルっていうのは非常にね、高いレベルにないといけないなと思うんですよね。で、大抵の方がね、もう価格をつけることを恐れちゃうんですよね。もうこれほとんどの方はそうじゃないかなと思います。9割以上の方がビジネスをしようと思うのに価格にすごく戸惑ってですね、ドカーンと値段つけられないし、つけたにしても全然間違いと、自分の力量では追い切れないような価格をつけてしまったりとか、自分の力量に全く見合わないチープな価格をつけてしまって、逆にね、安いと売れないっていう現象もあるわけなんですよ。自分の力がしっかりあるときに、それがね、販売価格が500円とか1000円だと逆に売れなかったりするんですよね。でも自分の力量に応じた価格ではない場合、高い場合、これも売れないんですよね。ともすればすごくリスクを負ってしまったりとか、だいたいバランスって自分の欲しい収入、自分の都合がありますよね。自分の欲しい収入が月収100万だとしたら、100万円を1本でもいいんですよ。50万円を2本でもいいんですよ、月間で売れるのがね。でもそうなるとですね、その100万とか50万っていうのを、この大きな金額を払うと、ものすごく払ったっていう印象がね、すごく強いんで、これがね、何年経っても払ったぞっていう風になるわけなんですよ。で、それに対して50万払ったサービスを今日受けれないと損を感じる。次の日50万払ったサービスを受けれないとすごく損を感じる。でも提供者の方としては、毎日毎日、それこそね、ワントゥーワン動画を撮るわけでもないし、毎日意識して購入者の方に何か意識を傾けるわけじゃないんで、本当にですね、両方とも苦しいんだなと思うんですよね。それがね、3年経っても5年経っても、あ、50万払ったのにな、100万払ったのにな、今日も何も来ないって感じで、1日あたりの販売金額になっちゃう、そう思うんですよね。ただね、やっぱりこう3万円とかにしてみると、だから毎日1000円ですよね、1ヶ月で食いっても。で、私の場合は3万円が30年ですから、ものすごく小分けされて、ものすごくね、ちっちゃくなるわけなんですよね。それが私の価格のこの落ち着くポイントかなと思ったわけなんですよ。で、そういう私でも、もともとはですね、速稼塾っていうのは19万8000円で売ってた時代が最初の数年間ありまして、この19万8000円っていうのは、コンテンツをこちらで作ってホームページの URL を、はいっていうふうにお渡しするって形だったんですよね。それから購入していただいた方に、まあクエスチョンいただいたら、そのアンサーをホームページに付け加えるって感じで、やっぱりね、100人いたら100通りの最初の速稼塾のサイトができるって形で、特に質問があったところっていうのは弱点ですから、その弱点補強のためのサイトをいっぱい作るみたいな発想だったわけなんですよね。まあ、多分速稼塾最初の2年3年で参加された方っていうのは、そのサイト今でもお持ちだと思いますし、運営されてると思うんですよ。まあ、それをね、今でも活用いただいたりとか、そのサイトを丸々自分なりにアレンジしてコピーして、で、自分の販売商品にするみたいな、まあ、そういうふうな道筋が見えていたと思うんですよね。さあ、それでね、この辺までお伝えして、吉田さんからの回答になりますけど、質問の回答になりますけども、私が高額だったらどうするかっていうね、ご質問だったですよね。私はね、高額だったらやっぱり、あれですよね、プロダクトローンチを以前みたいに組んで、で、販売日っていうのは1日とかね、3日とかに限って、そこで集中的に売るための戦略を練っていくと思います。ただね、それを私はどうもね、もうみんなやってるんで、みんなね、高額なんですよ、売るのがね、50万とか、一見30万に見えても必ずアップセルがあって、最終的には6、70万皆さんね、払わされているんですよね。なんかね、そう考えていたら、その私の場合はほとんどの方が挫折すると分かっているのに、販売者はまずお金を取り上げるみたいな発想になってるんで、これはね、やってる人がいるのは否定できないんですけども、私はそこから外れてみようかなと思ったわけなんですよ。私はですね、多くの人が挫折する可能性が高いということをね、やっぱり分かってますんで、コンテンツはなるべく低価格で出して、そしてリスクのない金額、3万円前後で落ち着かせようかなと思ったわけなんですよね。これが2万でもいけないし、5万でもいけないんですよ。なぜならこれはね、買い手の、ね、事情があるわけなんですよね。一つ目は、私は売り手の事情ってことを言いました。月収でどのくらい欲しいのかっていう発想によって価格っていうのは決まってくると。そこに買い手の事情っていうのも考えると、必ずしも売り手だけの事情ではプライスっていうのはつけられないなと思ったわけなんですよね。で、私のプライシングの基本っていうのは、まず自分がどのぐらいの月収を望んでこの世界、この商品を作っているのかってことに根ざします。その後で、自分の発信を受け取ってくれている人がどのぐらいの金額だったら最も多く手に取っていただけるかなってところで、私はね、価格をいろいろ算定したところ、やっぱり3万円前後かなと思ったんですよ。そうするとですね、私の力量だと、この3万円っていうね、頭金3万円、まあ、商品価格3万円ではないんですけども、とりあえず3万円で参加できるよっていう形が、最もね、購入者が増やせるんではないかなと今思ってるんですよ。実際1000名以上の方がご購入いただいて、少なくとも3万円をね、
払っていただいてるんですよね。まあ数名の方はね、数千円って方もいらっしゃいます。高校生とかね、そういう方もいらっしゃいますんで、いますけども、まあ概ねね3万円で1000人買っていただいてるんで、これで3000万なわけですよね。でしかもね、これ私はね、ダイレクト課金の時代が来ると今思っていて、だいぶ前からですけども、どっかのプラットフォームに、例えばメルカリみたいに 10% 抜かれるとかね、ヤフオクみたいに 8% 引かれるみたいなことではなくって、まずはね、人と出会ったらその人との間に、人と人と自分と相手の間にビジネスは必ず存在すると思うんですよ。でビジネスがない関係っていうのは非常に脆いと思ってるんですよね。このビジネスっていうのは有料のパターンと無料のパターンがあります。要するにそのぐらい責任を持って自分のサービスや自分の商品を提供できているかっていうことがものすごく重要だと思うんですよね。でそれがなくって、なんとかふんわり付き合ってるのを友達みたいな感じにもしかしたらなるのかもしれませんけども、多分そのね、関係って非常にね、弱いというふうに思わざるを得ないんですよね。ビジネスは必ず介在させることなんですよ。それはね、有料のビジネス、無料のビジネス、どっちもです。無料のビジネス、そのくらい の意識で取り組んでる方少ないと思うんですけども、なんかね、約束守れなくてごめんねで済むと思ってる関係もあるんですよ。そこには厳しいこと言ったら、やっぱりお金をいただいてなくても約束を守っていかなくてはなりませんし、その積み重ねが信頼構築であり、いわゆるね、イコールビジネスなんですよ。ビジネスってのは結局信頼構築をどのぐらい積み上げてきたかっていうゲームで、ビジネスがある程度積み上がってきたら商品を販売して、培った信頼を、評価していただくっていうかね、金額で評価していただくっていう形があるのかなと思うんですよね。ちょっと難しいこといろいろ言いましたけども、単純に言ってですね、毎日あなたのメールボックスにどんなお便りが届いているかってことが、これが信用の尺度だと思います。1週間に1度メールしてくださる方、毎日メールしてくださる方、月に1回困った時だけ、年に1回ぐらい思い出したようにみたいなね、そんな感覚があると思いますけども、そうではなくて、もう本当にね、なんと言いますかね、何の益にもならないって言ったら言い過ぎですけども、何気ないメール、それはそれでいいんですけども、何気ないメールとか、本当心を込めての相談とかね、お金を払ってもいいレベルで相談してくるみたいなことが、人生にはね、やっぱりあった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。結局それが自分が信頼されてるかどうかってことだと思うんですよ。やっぱり信頼してない人に相談はいきませんので、そこをね、一つの尺度にできるかなと思いますよね。メールボックスを見て、今日誰からメール来たかなと、本当に知らない方から切実なメールが来るっていうのが理想的なんですよ。身近な方がね、本当にこう身内だけの相談するのは、これはもう誰にでもありますんで、そこでは差はつかないんですよ。本当にね、こっちが全然知らない方が思いを込めて、いや、ずっと動画見させてもらいましたと、何年も前から見てます、この度初めてメールしますみたいな、こんなね、本当に思い詰めたようなね、真剣に体全体でぶつかってくるメールが来るかどうかっていうのが、自分の信頼の尺度であり、自分の収入のバロメーターなんではないかなと思うんですよね。本当にね、吉谷さんもそうだと思いますけども、私も同じでですね、もう全然知らない人からメール来るんですけども、向こうの方はずっとメールを見ていったりとかね、それから他の方の対応とかを見て、この人だと思って評価してくれてるんですよ。だってその人にも周りには人はいっぱいいるはずなんですよ。なのにその人を押しのけて、まだ会ったこともない遠方にいる何者かわからない YouTube で見ただけの私の方にメッセージをいただけるっていうのは非常にありがたいことなんで、もう有料無料関係なく、そういう方にはね、全力で尽くしていきたいなと思います。その全力で尽くす姿勢がきっとですね、信頼構築の材料になってくると思うんですよね。自分の得になる人にしか対応しないってことは、多分信頼関係っていうのはすごく作るのが難しいと思うんですよ。自分の得にもならないような人に全身全霊を傾けるからこそ、人は期待してくれてるんではないかなと思いますし、この億万長者合宿のね、リレーっていうのも、もうね、すでに利益に向かってないんですよ。一目見、パッと見はね。でもこれがすごく大事であって、セールスのために動画を積み上げていくっていうふうな意図がありありのね、プロダクトローンチだと、もう人は飽き飽きしてるんじゃないかなと思うんですよ。それでもそこにね、乗っかっちゃう人がいるのも確かなんですけども、私のスタンスとしては、今みたいになるべく多くの方が手に取っていただけるようなね、無理のない金額で、始めていただく。そしてまだね、余剰資金がある方は、ぜひね、ご自身のビジネスにそのお金を広告料ですとか、使っていただくっていうようなシステムの購入費だとかね、そういうのに使っていただければいいかなと思って、このバランスになってるかなというところですね。じゃあ、プライシングにつきましてはね、またお話しすることがあると思いますけれども、価格設定によって自分の売り上げっていうのはもうほぼ決まりますね。1000円で売れると売ってしまうと逆に売れなかったりすると思います。速稼塾はそんなものなのかと思われちゃいますよね。そういう意味でもちょっと私のね、速稼塾の話になりますけども、30万って価格をつけて、それを30年で分割できましょうって形で、あくまでも30万っていうその価格により価値設定っていうのは変えてないんですよ。30万っていうのは、そういう風にしてるかなってことですね。
で実際私はその30万の速稼塾が300万とかね500万みたいな価値を作り出せるものだと思ってます。それはどうやってその30万で売ったものに300万500万って価値を感じさせるかっていうのは、それはね速稼塾に入った方を稼がせることなんですよ。その方が例えば1000万稼げば速稼塾30万むちゃくちゃ安いじゃんと、こんなん300万でも買うよみたいになるんですよ、1000万売ってたらね。うん、そういう形で取り組んだ方の結果に応じて速稼塾の価値基準というのはどんどん変わってくるということですね。基本的には相対的にどんどん安くなると思ってますけどね、うん、皆さんもあれですからね、プライシング、価格をつける練習といいますかね、そういうのはやっぱした方がいいと思います。例えばそうですね、自分の時給はいくらで設定したら買ってもらえるのか、これはそんなに難しくないと思いますので、私の場合1時間草取り3000円というのはやったことありますけどね、1時間の草取り3000円とそういう形でね、訪問販売が私を鍛えてくれた部分があるんですけども、直接自分で責任を持って価格をつけて提案してみるっていう、そういう風な訓練がビジネスを目指す人に足りないんじゃないかなと思っているところが今日の締めでございます。いってらっしゃい。